時より人が増えてる。しかもあの辺にいるのみんな3年生だよな。あ、本当だ。さっきはいなかったよね。ライブが始まってから少しずつ集まってきたみたいです。凛子先輩？家で見ていた人たちもライブに来たくなったと言っていました。これからもまだまだ増えそうです。私もライブに参加したくなってつい来てしまいました。それじゃあ3年生のみんなとても喜んでます。やったー、今日は本当にありがとうございます。私も久しぶりにクラスの友達に会えてとても嬉しいです。っていうか凛子先輩、せっかくなんでライブ見てきてくださいよ。こんなところにいたら時間がもったいないですって。ほんとほんと、友達も来てるならなおさらです。もちろんこの後ライブは見させてもらいます。ただその前にどうしてもお二人にお礼が言いたくて。それはライブが終わってからでも遅くないと思いますけど。いえ、ライブが終わったらすぐに帰らないといけないので。そんなこと言わずに、せっかく来たんですからゆっくりしていってくれればいいのに。実は明日芸術学部のピアノの実技試験があるんです。え、試験？明日？最近ずっと全国ツアーのことや二次の実技試験のことを考えて根を詰めてレッスンをしていたのですが、やっぱり音楽は楽しくなくちゃいけませんね。今日のライブでそんな当たり前のことを思い出せた気がします。試験の前日にこのライブに参加できて本当に良かったです。お二人ともありがとうございました。そんなお礼なんて。お礼を言いたいのはこっちです。凛子先輩の小さな一歩の話があったから私たちここまでやってこれたみたいなところありますし。それに私は学校行事の運営って参加したことないから、ある意味生徒会の凄さを思い知りましたよ。今まで私たち一般の生徒が知らないところでこんな大変な仕事してたんですね。驚きました。それを生徒会長として引っ張ってきた凛子先輩はほんとすごいです。前にも言ったかもしれませんが、それはきっと市ヶ谷さんをはじめ生徒会の皆さんが私を支えてくれたから。最初は私がもっともっと成長してみんなを引っ張らないといけない、そんな気持ちもありました。ただやっているうちにあることに気づきました。生徒会長は学校の脇役でいいんだと。いえ、脇役じゃないといけないんだと。え、脇役？多分市ヶ谷さんも私と同じことを考えていると思います。はい、ですね。どういうこと？私も生徒会に入りたての頃は生徒会長イコール学校の主役みたいに考えてた。生徒の代表だからこそ、それこそ漫画の主人公みたいに生徒全員を引っ張っていかないといけないみたいな。けどさ、一年間凛子先輩と一緒に仕事してそうじゃないってことが分かったんだ。生徒会って生徒一人一人がこの学校で主人公になるための組織だって。学校の主役はあくまでも生徒一人一人、生徒会はそれを裏で支えるための脇役なんだって。生徒会は脇役？もちろん学校によっていろんな考え方はあると思うよ。けど花女の生徒会はそういう組織でありたいって思ってる。これまでももちろんこれからも。
なるほどね。主役は生徒一人一人か。確かにそういう考え方もあるかもねって。ん？これからもってことは、市ヶ谷さん、来年も生徒会やるの？この前はやるかどうか決めてないって言ってなかった？凛子先輩がいなくなった生徒会でもなんだかやっていけそうな気がしたからさ。奥沢さんと一緒ならね。はい。